こんにちは。ファーストペンギンについて、ちょっとね、続編をお届けしたいと思います。え、実はね、前回、ノクさんの方からもメッセージいただいたんで、そちらの方をね、動画概要欄につけておきますけども、やっぱりノクさんの話ってのはね、本当に聞くべき点が多いですし、あとノクさんが参加されている、えー、口コミのお話ですね。こちらの方も私セミナーに参加させてもらいましたけども、これはですね、資金が少なくて大きなチャンスを狙う方には、うってつけだと思いますので、将来の貯蓄、あんまり考えてないんだよね、とか。 自分が60とか70過ぎた後のお金ってどうなるのかなって心配な方は一つの選択肢としてね私は強くこれねノクさんのビジネスをお勧めしたいと思いますのでまたね検討していただければと思いますもし必要でしたらまたノクさんとねそのための動画を共同で撮りたいと思いますんでノクさんよろしかったらご協力くださいませはいそしてですねファーストペンギンの中でマクドナルドの話がありましたここでは私ね二つちょっと補足させていただきたいんですよ一つはですねマクドナルドの あのハンバーガーのお肉が実は牛肉ではなくてねちょっと怪しげなちっちゃい小動物の肉を使われてるんではないかなっていうふうな噂が広まった時があったんですけどもこれ私が聞いた瞬間どう思ったかなんですけど、ね、私はねななことと言っってるる人がいるなと思ったんですよ、ね、例えばね牛1頭から取れる肉の量とこんなちっちゃい生き物から取れる肉の量って全然違うんでもしね本当にマクドナルドの ビーフとされているものが小動物の肉を集めたもので作られているとしたら相当コストパフォーマンスは悪いなと効率は悪いなと思ったんですよねだからこんな話信じる人がいるのかなと思って当時小学生だった私はね本当にねバカなこと言うやつがいるなと思ったわけなんですよところがですねこの噂っていうのがズバッと広がるんですよねで本気でそういうことをね私に言ってくる人もいるんですよおいおいとか言ってね当時小学生仲間ですけども なんかさ、マクドナルドの肉って、こんな肉が使われてるらしいよ。ウエ、えーとか言うらしいんですよ。で、私はね、とてもじゃないけども、そこにですね、お前なんていうつもりはなかったんで、ウエ、えーすごい気持ち悪いとか言ってね、話を合わせていたんですけども、心の中では、あ、確かにそういう風に信じてるんだな、みんな。どこに頭使ってんのかなと。当時、小学生の私はね、10歳か11歳ぐらいの <laughs>、脳みそでね、そんなね、頭の中で、そうやって、あの、 を出していいたというかねまあ結構人のことをバカにしたわけなんですけど <laughs> だからね妙な噂を信じてうん事業が立ち行かなくなるってことはね結構あるんですよでも真実ってのは結局そこに残り続けますんでノクさんが言われてたように一時期はね風向きが悪くても結局本物に戻ってくるんですよ、ね、暗号通貨の i c o に心奪われた方ノアコインに行っちゃった方今どうします結局戻るところに戻ったでしょってことなんですよね はいまあ、ノアコインの話はね、ちょっと出ちゃったんで、癖になってますよ、私もね。はい。ということで、マクドナルドのお肉は、ちゃんとビーフを使ってますよっていうのは、当たり前の話だと思います。はい。えそしてですね、えー、マクドナルドがファーストペンギンかという話なんですけども、これ多くの方が誤解してますけども、マクドナルドは、別に、第1号ではないんですよ。うん、私がね、小学生の頃、ドムドムバーガーっていうのが地元にありました。一番初めに食べた、 ハンババーーーーガガっっていうのはドムドムムーーだったんですよこれ創業が1970年ですからマクドナルドがあ銀座でしたっけね第1店舗目として出したの藤田伝さんが出されたのよりもずいぶん前なんですよただドムドムバーガーがどういう風な販売戦略を練ってるかっていうのをいろいろ分析して藤田伝さんがドーンと出したんですよねプロモーションも込み出店地域も込みで出したんですよそれがインパクトが強かったんでいろんなメディアに取り上げられたってことなんですよ あのドムドムバーガーっていうのはね地方型っていうかね本当に地方の1店舗から始まって徐々にチェーン店化していったっていうね、えー、本当にこうリスクを避けながら少しずつ少しずつ積み上げていったそういった事業体だったんですけどもそれを見てね逆張りをしたんですよね藤田電さんはあ銀座の一等地ドカーンと出してしかも宣伝もすごくしたんですよドンンド,ドムムドバーガーガは資金の話も 資本力もあった関係で、あんまり宣伝してなくって地元の方に支えられて口コミで少しずつ広がっていったっていうのが、まああのー、当時のことだったんですけどね、まあ、ただ、あのー、インターネットってものが当時あればドムドブムバーガーは絶対的な地位を確立したと思いますけどもやっぱりね藤田伝さんの知名度と実績とそれからメディア戦略これが組み合わさって藤田伝の店だぞみたいなことでねドムドブムバーガーよりもそのマクドナルドっていうのがね まさにファーストペンギンという風によく例に出されるぐらいに今だにインパクト残ってるんですよね。ただ一発目に日本にこのハンバーガー文化っていうのを根付かせたのはドムドムバーガーっていうね、うん、今では知る人があんまりいなくなっちゃいましたけど。 まあ、そういいいったたこととなななんじゃないかなと思い出しましまね。多分これ調べてみても実はハンバーガー屋さんっていうのは第1号はあのマクドナルドではなくてドムドムバーガーであってマクドナルドもドムドムバーガーにね何回も何回もこう視察に行ってるっていう記録があると思うんですよね私もなんか小学生ながらねあのハンバーガーっていうのがなんかすごく新しい食べ物だなってことでちょっと気になってるところがあってねドムドムバーガーは地域にあったんですよ私の住んでるところにもでもマクドナルドはずっとなかったんですよ <laughs> だからちょっとね、まあ、変な形で関わりを持っちゃったなというところでございますね。はい、でやっぱりこうファーストペンギンにはリスクがあるっていうのはこれ前回の話も続くんですけどもドムドムバーガーがファーストペンギンでボーンと出しちゃった後でどうやったらもっといいのかなそして一番を抜いていくためにはどうすればいいのかなっていうふうな戦略を立てられちゃったってことがありますよね。でで今特にインターネットの時代ですから 成功例を分析してさらにいいものを作るっていう流れ後発組が有利っていうのもね結構あるんですよねだからもしかしたらこれからファーストペンギンが最強っていうものはだんだん崩れてくるかもしれないんですよねただやっぱり基本的には先行者利益って言葉があるように何の力も実績も人脈もない人は一発目にうまくいったものに乗っていけば初速が最大速で進めるんじゃないかなと思いますね えー、だからもうノクさんの話をねこれからもしっかりと聞いていただいて判断材料にしていただければいいんではないかなと思うところに下の方に URL 貼っておきますのでノク、えー、さんの生き残ったファーストペンギンが最強という動画ね是非ご覧いただきたいと思いますそれではありがとうございましたノクさんまたよろしくお願いします